光年とジャパンで次はおわしじゃない、おわしじゃない、リップの気持ち悪いねとかな、こういう感じで光年とジャパン頑張ってます次はリピートの楽しみですね。一曲じゃあリピートダウンより先にリピートダウンの曲をやりたいと思います。ありがとうございました。